OK、武蔵です。今日はですね、10月の28日、もう間もなくね、10月が終わりということで、もうね、来ておりまして、もう2ターン、サニーレタス収穫終わりまして、残り1ターンを、まあ、今週で、終わらせようかなというような感じですね。3ターンのこの畑があるので、2ターン終わって、まあ、最後の1ターンということで、この3ターンは10月中に終わらすみたいな、計画で来てて、まあ、結構順序よく、収穫できております。はい、まあ、畝によってはもうちょっと待ってやった方がいいのかな、サイズアップして取った方がいいのかなと思ってたんですけど、まあね、小さいサイズでもね、順番にやっぱ行った方がまた次の畝で、小さいサイズを取っていかないといけないということが、まあ、先取りするとなんだろうな、なんていうんですか、計画通りに取っていかないと後で使えてくれる、なんだろう、大きくなるのが早くて、どんどん取らないといけないっていうことだったらいいんですけど、まあ、全体的に生育がちょっとこうね、順番に植えてるので計画通り取らないと、どんどん小さいの飛ばしていくと、まだ小さいのどっかで当たって、収穫スケジュールがずれてしまうことがあるので、そこは小さい玉でも小さいカバでも、収穫しては、いておりました。まあなんとかね、それでペースがいい感じに来て、最後、はい、もう結構いいペースで来ております。で、1日、1000玉以上は取りながらという感じでやっておりまして、はい、その様子をね、その様子はちょっと収穫中はさすがにちょっと動画撮れないのでそこは見せられませんが、まあそんな感じのペースで、来ております。で、9月の21日に植えたサニーレタスを今取ってまして、まあ、14に植えたやつと21に植えたやつを、まあ、交互というか、まあ同時に取りながらやっております。ちょっと14に植えたところが畝の奥に行くと小さいサイズが多かったりするので、そこはちょっとさすがに小さすぎるので飛ばして次の畝に来ております。で、9月21日に植えたものが、いい感じのサイズに来てて、まあ、収穫も、26以降から、取れるなとは思ってたので、まあ、ちょうど日付的にはいいのかなというので、取っております。で、品種がまた4種類あって、ちょっとはい、思うことがありましたので、ちょっとね、実物見ながら話していこうかなと思っております。はい、ということで、畑見ていこうと思いますが、まあ、この畝が、ハッシュが8月29日の、定食が9月21日ということで、23日ハッシュしてから23日経った苗を使用してます。で、やっぱこれぐらいに23日ぐらいの苗の方が生育的にはもう塔も立たずに綺麗に来るのかなと思いました。湧かないすぎると、なんか塔がちょっとなんか最初のやっぱ初期の時に若すぎると根痛みするのかなと思います。暑さだったりとかで葉っぱもちょっとね、暑さ食らったりとかして、なんだろう、しっかりこう大きくなった苗のダメージよりもやっぱ若苗のダメージっていうのはすごく大きくね、全然この 2,3 日の違いなんですけど、じゃあダメージのね、大きさが違うのかなと思って、若苗はちょっと頭立ちが気になります。はい、ということで、まあ結構いい状態のサニーレタスかなと思います。苗もね、順調に大きくなったもので、で、フレアルージュなんですけど、もう大きくなるのがそんなにね、もうサイズ的にもちょっとちっちゃいところで止まるかなと思ってたんですけど、まあ例年と比べて仕事高いのもあって結構サイズはいい感じに来てます。はい、去年とかだと去年同じ手あるんですけど、ちょっと全然大きくならなかったんですよ。最後がここまで大きくならなくて、小さい玉で数入れるケースで玉数が多いケースをやっておりました。で、これがちょうど植えてからな、植えてから今日が10月の28だから、あー、でもちょうど40ぐらいで来てんのか。うん、この時期めっちゃ早いっすね。やっぱこれが一番、この9月20から25ぐらいの間が一番植えてからの取るまでの生育が早いような気がします。ちょっと早く植えすぎると暑さで最初動かないのでちょっと遅れ気味できて、やっぱこの辺がバチッと一番早く決まるのかなと思います。ちょうどね、温度も下がったぐらいの日なので、
フレアルージュもすごいバッチリ決まってるので、まあまあね、ユニーク2号の遠出しが気になる地域とかはまだフレアでもいいのかなと思います。で、次バンチューサーフレと同じ手のものですね。で、これもいい感じですが、やっぱりこれは暑い時の方がもっとこうボリューム、なんだろう、ボリュームは今出てるんですけど、もうちょっとこう刃が長くて縦にね伸びる、塔も立たずに縦に伸びてくれてたなぁとは思います。やっぱちょっと暑いのに強いから涼しくなると生育がこうなんだろう、葉っぱがこっちこうなんだろう、詰まる感じなのかなぁと思います。でもボリューム感あるので、重さ的にはその見た目の大きさはユニーク2号よりは小さく見えるんですけど、重さ多分一緒ぐらいのなのかなと思います。葉っぱもねかなり分厚くなりましたね、暑い時と比べると。で、これがバンチューディープパープルで、まあ結構一時あのなんだろうな、他の品種と差がなんか出えへんぐらいの感じで生育してたんですけど、まあちょっとこう収穫時期になってみたら、やっぱ一回りはいかりませんが、ちょっとちっちゃいかなというような感じですね。まあこれがやっぱりあのバンチューディープパープルの大きく、そのマックス大きさの限界なのかなと思います。やっぱユニーク2号だったりとか、あのフレアルージュとかよりはそんなにこう縦にも伸びないし、うん、その横のそのボリューム感もそんなにこう出るもんでもないのかなと思ったりします。でもその代わりこの葉っぱがやっぱ一番これが厚い、あ、フレアのが厚いか、フレアルージュのが厚いんですけど、次にこのなんだろう、葉っぱの枚数もフレアルージュより多くて、で葉っぱもまあまあ分厚いので、結構このサイズ、このサイズで他の品種取るとやっぱディープパープル、バンチューディープパープルのが重さ乗ってくるなと思います。なんでこの M サイズぐらいとかで取りたいなーって、そっちを基準に取ってるなーってなったら、なんかこの品種すごくいいのかなーと思ったりもします。で、色もね、やっぱこのユニーク2号と横並びで比べたらめちゃくちゃ出るんすよね、色が。で、これ切ってこう葉っぱとに比べるとこうコントラストがしっかり出てて、うん、色合いで言うと本当にすごくバンチューディープパープルは見た目いいなぁと思っております。で、ユニーク2号、これは本当に大きくなって、この時期抜群に形もいいっすね。素晴らしい。その、まあ、出荷の体型とか形態にもよるとは思うんですけど、僕のその大きくしてね、玉数少ないので出荷して、まあ、一個一個の玉単価を上げるっていうね、出荷形態とか、まあ、そういうね地域ではあるので、そういうところを見るとすごくなんか理にかなった品種というか、めっちゃハマってますね、出荷の形態に。この品種はすごくいい。葉っぱの枚数も多いので、やっぱこの収穫して外葉何枚か落としてもそんなにサイズダウンしないので、すごくいいんですよね。いい感じで、なんか栽培のムラもそんなに出にくいのかなと思います。他の品種と比べるとね、結構均等に大きくなってくれるので良かったです。やっぱここまでなんかあれですね、マルチの隙間がなくなると、やっぱ三畳植えしてて良かったなと思いますね。これがやっぱちょっと隙間出てたりとか、あのマルチが見えてたり、隙間からねマルチ見えてたりすると4畳植えとかのがいいのかなと思うんですけど、やっぱ3畳は3畳なりに、こうやってなんだろう、マルチが見えなくなるぐらい詰まった時のサイズが出るので、もう多分これ5、600g ぐらいありますね。はい、すごくいいなぁと思っております。まあやっぱこうバンチューディープパープルとかはこうやって隙間がね出たりするんで、こういうのはちょっと4畳上とかで単一旦あたりに、まあ、数を入れるっていうのが向いてるのかなと思います。まあ、バンチューサーフレットもだいぶ埋まるようにはなりましたね。で、フレアルージュもだいぶ埋まるようになった。やっぱこのマルチが埋まるぐらい、3畳上っていうのはマルチが埋まったぐらいがちょうど収穫期で、重さも乗ってサイズも大きいというような、はい、これがやっぱ収穫の適期を見るサイズなのかなと思います。あまり大きくしすぎると次老化してって、下葉が外葉というかね、最初の
古い歯がどん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 枯れていくので良くないですけど、そこが一個懸念点ですけど、まあ、撤去で取れば何ともないというようなことを思います。で、まあ、あとはもうここから9月21日に全部植えて、まあ、葉主時期がちょっと若干違うものもちょろっとあるようなありますね。で、ユニーク2号、ちょっとね、このマルチが埋まるまでに、埋まるまで、まあ、埋まった後でもそうなんですけど、やっぱ葉っぱが薄いので、他の品種と比べると、雨打たれた時に、今日雨降ってたんですけど、朝、こう、やっぱ開き気味になってしまいますね。で、こうやって葉っぱがよく倒れたりとかして、まあ、折れたりとはしないんですけど、ちょっと葉っぱがこう、ビッと曲がったりとかしてしまうなぁという印象です。開いたりとかね。うん、で、開くとやっぱケースに入れるときに、こう立って、こう絞ったときに葉っぱが、外葉がちょっと折れやすくなったりするので、ちょっと雨打たれるとケースに詰めるのが苦労するなぁというようなことも一つ思います。はい。まあまあそこは仕方ないのかなぁと思います。やっぱ葉っぱ薄いんで。そういうところとかも、いや、よく雨が降る地域とか、線状降水帯とか、京都結構できにくい、僕がやってるとこ発生しにくい場所なので、そういうのは、まあ、台風とか、そういうのは来にくい地域であるので、大丈夫だと思うんですけど、ちょっと大雨がめっちゃ続いたりとか、線状降水帯で1時間にもう100ミリ以上降ったりとか、台風とか、まあ、風もよく吹く地域だったりすると、ちょっとその薄い葉っぱが、良くない方向に、向かう可能性もあるので、ボロボロになったりとか、ね、雨に打たれて、もうどんどん開いてって、ポキッと折れたりとか、雨だけでも葉っぱの枚数減るっていうことももしかしたらあるので、まあ、そういう面で言うと、ね、他のバンチューディープパープルだったり、サーフレット使ったりとかの方がいいのかなと。思っております。はい、ということでですね、話長くなりましたが、9月21日に植え付けた、サニーレタスの紹介をさせていただきました。ということでね、今週残り、一週この一端をね、無事綺麗に、収穫して出荷できたらなと思っております。まあ、今のところ虫食いとかもなく、進めてるのでいいかなと思います。まあでもね、やっと虫は収まったのかなと思っています。まあ、夜になると側はね、与党の側割と飛んでたりとかしてるんですけど、まあまあその行動があったかい時期と、その10月の初めとかと比べると行動もなんか遅くて、まあ、数もだいぶ減ったのかなと思いますので、まあ、定期的にやっとけば、農薬やっとけば大丈夫というような感じでございます。ということで、ご視聴ありがとうございました。